チャンネルわこんばんは、宮崎なほこです。なほこチャンネル59曲目、今日はリクエストいただいた西野カナさんのトリセツという曲をお届けしたいと思います。映画をもう見た方もいるかもしれませんが、ヒロイン失格という今やってる映画の主題歌で、桐谷美玲さんが演じる羽鳥ちゃんに思いを寄せるかっこいい男の子と、羽鳥ちゃん自身が好きな男の子の間でこう揺れ動くというのを予告編で見ました。ちょっと見てみたい、気になっている映画ですが、その主題歌です。で、この曲は多分こう女の子が言いたくても言わないというか、言えない、これはわがままだもんなって思って、我慢して言いたくても言わない、言ってないことをすごい可愛くこの一曲にキュッて詰め込まれていて、すごいなぁと思いました。なんか特に私、その歌詞の中で、もしも涙に濡れてしまったら優しく拭き取って、ぎゅっと強く抱きしめて、あなたにしか直せないからっていう、その一言が私すごく一番のキュンポイントで、この曲のすごい、可愛らしい、とてもとても可愛らしい曲です。今日の曲です。西野カナさんのトリセツ。この旅はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱い説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません、ご了承をください。
ブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎奈穂子でした。